バーデン・バーデンの密約は、1921年、大日本帝国陸軍において、陸軍士官学校16期の同期生3名が、陸軍改革を誓い合ったとされる出来事。1921年10月27日、欧州出張中の岡村康二、スイス公司館付、武漢長田鉄山、ロシア大使館付、武漢、小畑都志郎の陸軍士官学校16期の、 同期生が南ドイツの保養地バーデン・バーデンで来たるべき戦争に向けて人事刷新と軍政改革を断行して軍の近代化と国家総動員体制の確立、正木神ジンザブロ荒木定・サダ林・千住ローラーの擁立、陸軍における徴収罰だと、各機の有能な同士の獲得、結集などの陸軍の改革や万ン問題の早期解決、 革新運動の断行を誓い合ったとされる。これに先立つ1913年から1919 19年ぐらいの間に三者は陸軍の上兵に憤慨し、皇軍の異様の立て直しと革新を志し、勉強会を開いていた。土曜の夜にはこの三人と東条秀樹が小畑宅で勉強会を開いていたという。1920年、三人を軸とした同友の死は、 長州罰の中に孤立していた、正木神三郎軍事課長を擁護することを密かに申し合わせた。1922年から1923年に、長田と尾端が帰国すると、再び会合をするようになり、同志も増えて、1927年頃、二妖怪を結成した。長田は、鈴木定一が結成した木妖怪と結合しようとし、尾端らの反対にあったが、 巧みな政治的手腕によって、1929年5月、二葉会と木曜会を合併して、一石会を結成した。長田と小端の親密な関係は1928年、秋頃まで続いた。大佐に昇進して、しばらくしてからは、すっかり往来がなくなり、手紙のやり取りもなくなったという。1932年、小端は作戦課長に就任すると、 上海出兵や満州事変に関して作戦本位に計画を立て容赦なく要求したので編成課長の登場と衝突しまた軍事課長の長田とも相争うようになった。1932年後半期には一席会は長田を中心とした統制派と尾畑を中心とした行動派に分裂した。1933年 日ソ不可侵条約と投資鉄道買収と大使関係について長田と小畑は対立した。1933年8月、荒木陸将は定期移動で長田少将を不評第一旅団長に小畑少将をこの絵不評第一旅団長に転出させた。長田は1934年3月に軍務局長に就任したが小畑は中央に返り咲くことはなかった。 A.B. つついきよただ、昭和期日本の構造、ハット A.B.C. 須山幸男、小畑俊志郎、ハット A.B. 川田みのる、浜口有子と、長田哲山、岡村康二大将資料、須山幸男、青春群像、谷大三、実録、日本陸軍の派閥構想。ありがとうございます。